少し入れ替えます。おー、戻ります。はい、最下の呪い、相手の進化しているベンチポケモンを選んで進化カードを剥がしてやばいさせると、これでセクタンザ VMAX が V に戻ると気絶します。はい、地ならしをしておきます。はい、一丁目に持ってきます。噴火弾、地ならしで持ってきたのは当然です。高エネルギー。はい、おはよう、シャクザナップルです。はい、シメカワです。シュパリータです。はい、本日は伝説の鼓動の進化度を使った対戦動画を始めていきます。よろしくお願いします。イエーイ。お二人は今日は突っ込んでからにしようかな。そうだね。シカリタさん、なんか、どうしました？頭上にいますか、はい、何か。お、あれ？あれ？あ、あいつからこれ？今日は生拳のデッキなんですか？生拳のデッキではないです、まあ、で僕が使うのは伝説の鼓動から石炭山 V マークスのデッキを使います。はい、このカードは噴火弾を、ね、効果的に使いたいので、マグカルゴ、地ならしの特性を持ったマグカルゴが入っていて、こう山札の一枚をエネルギーにするという、で噴火弾を打っていくという動きをするデッキになっております。はい、一方第一メカは、はい、あの伝説の鼓動のおすすめポケモンランキングっていうのを以前の動画でやったことがあるんですけど、はい、その時の恋愛歌部門でね、うん、堂々の1位になった、はい、開花の呪いを持ったジュペッタがいるんですけど、このジュペッタとザシアン V を組み合わせたデッキを組んできました。ウェブキャリバーでポケモン VMAX のダメージを与えて、はい、開花させて、もうね、下のポケモン V はきっと HP230 以上ですから、そうですよね、倒しちゃおうっていう、はい、デッキです。早速対戦に行きたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。スタート。はい、おー、影ポーズ、影ポーズ、一枚引きます。やる価値はある。ポケモン通信、はい、石炭山 VMAX をお願いします。レデンネジークスを持ってきます。はい、トーエネルギーを石炭山 V に貼って、レデンネジークス、はい、金4枚どうぞ、うん、微妙だが終わります。はい、じゃあ1枚引きます。はい、ミコで、はい、鋼エネルギーを取らせします。はい、ではジラージを、ジラージでいきます。じゃあポケモン入れ替え、入れ替え、はい、ジラージが前に出て、エスケープボードをつけていきます。はい、ザシアン V 出します。はい、じゃあマリン使います。マリン、マジか、エネルギーが欲しかったか。願いをして、はい、博士の研究、はい、メタル操作使います。はい、まあ、手札からエネルギーをつけられない代わりにメタル操作だけ来ちゃったんですが、布団を剣に使います。はい、これで3枚いきます。じゃあ1枚つきました。1枚つきました。なんとかね、ペースは悪くない。で、ポケモンチェック、ポケモンチェック、グラで、グラ、あ、終わります。はい、1枚引きます。石炭が VMAX に進化し、おー、早い。博士の研究、はい、いきます。ウキウキパッド、おお、これは強力、380出ます。380、強い。ニアンシーだね、同じビジネススター。クックボール、ポケモン通信を取らせします。うん、マグマックを持ってきます。はい、で、マグマックをそのまま出しまして、さらに石炭弾 V 出します。噴火弾、これ当たれば気絶するんですね。当たれば地雷倒れます。これは完全に運ゲー、ドン、マグマック60大事です。60、ディアンシーラ、プリンセスエルで69。じゃあポケモンチェック、はい、表で、表で、いやー危ない。じゃあ1枚引きます。はい、願いを使います。はい、5枚入れてポケモン通信持っていきます。はい、でもう1回ジラージします。はい、逃げます、逃げます。ジラージ2個だけ、願いを使います。はい、ポケモン入れ替え持っていきます。はい、取り付け使います。はい、バトルポケモンとベンチポケモン入れ替えて3枚引きます。はい、うん、いやー、これもしかして必要なカード揃ったらいきなり落とされるまであるんですよね。とりあえずつきます。つきまして、はい、ベンチにザシアン V 出します。はい、このまままずはブレイブキャリバーを使います。ブレイブキャリバーで230ダメージ、はい、230で380あったんで残り150かな。はい、1枚引きます。おー、いいじゃないですか、やれゆうパン、うん、サルジェします。はい、それでこれを戻してバーを戻して1枚引きます。
何枚ですかね、普段めっちゃあります。9枚めっちゃありますよね。リセットスタンプ、リセットスタンプ。じゃあ6枚までやりますね。はい、どうだろう、これにとって博士の研究ということで0枚、マグカルゴ。おぉ、マグカルゴ。地ならしをしておきます。はい、こいつを上に持っていきます。ストーンとエネルギーを後ろの石炭山 V 噴火弾。はい、噴火弾で地ならしで持ってきたのは当然です。トーエネルギー。はい、じゃあ132ディアンシン、プリンセスエールで150ダメージです。はい、はい、じゃあ1枚引きます。はい、入れ替えはとりあえずね、入れ替えはない。ないらしい。おー、クイックオールで、はい、ジラーチをプラッシュします。はい、ガラルジュウザガンを持っていきます。はい、でガラルジュウザガンを出しちゃいます。はい、ここでね、ポイントになるのが石炭座面に置いとくってことですね。なるほどね、ストーン等エネルギー離れてるからっていうことでしょうね、これは。じゃあ、ハイシュレット使います。はい、ジグザグも戻して、戻して、この子はね、もう博士で取らせてたちゃんで、もう一回出します。はい、アンシャテクトはまあ、一応もう一個こっちで。はい、このまま博士の研究で。はい、エネルギー、メタル操作、ボスの資料を出しました。はい、ボスの資料を行きました。ティグだからザシアンにエネルギーつけて、はい、逃げます。はい、ジラッチ出します。はい、お願いします。お願いします。コーンを見て、メタル操作で。はい、じゃあメタル操作を使って、はい、こちらのザシアン V にエネルギーつけて、はい、その次、このザシアンで使います。はい、3枚引いて1枚つきました。はい、じゃあ番の終わりのポケモンチェック。チェック。あ、ごめんなさい、表。おはようございますと。終わります。はい、1枚引きます。とまず地ならしします。じゃあこいつを地ならしで上に持ってきます。ここでサルジエマス、じゃあこれを引いて、この山の上に戻して、石炭山 V マックスに進化。はい、ピン、暗いボスの指令。なるほど、ボスの指令 V。 いいでしょう。いいだろう。よくないけど。よくないけどね。噴火ダン。なるほど、頭は当然。はい、ノートエネルギー、これのエネルギーは石炭座 V マックスについて最後2枚取れる。最後2枚取れます。よしよしよし、とりあえず1体アタッカーを通したぞ。1枚引きます。はい、願い星。はい、ここまで引きます。ここまで引いて入れ替え持ってきます。はい、じゃあジラチに逃げます。はい、で一旦これはジラチにします。はい、願い星、願い星、鳥の願い星。5枚見て、お、ツールスクラッパー。おお、持ってきます。ツールスクラッパーで、はい、ミルキングパッドとラッシュします。はい、ミルキングパッドとラッシュで、エネルギーをザシアンにつけて、うん、じゃあちょっと回収ネットというかがめっちゃあるんで、はい、回収ネット使ってジラチ戻して、はい、ジグザグマ、ジグザグマでジラチ出します。はい、回収ネットで、はい、ジグザグマ戻してジラチ出します。はい、でここで願い星、ポケモン通信。おお、いい感じ。いや、願い星祭り開催中ですよ今。そうですね、いっぱい願ってますね。通信で一旦ね、もうジグザグマいいかな。はい、戻して、ついにジュペッターが来た。わ、これはまさか大技が決まるのか。ボスの指令使います。おー、なるほど、なるほど。で、石炭山 VMAX を入れます。いや、そうだろうな、やばいぞこれは、かなりやばいぞ。はい、戻ります。はい、影坊主をジュペッターに進化します。はい、つまり特性対価の呪い、相手の進化しているベンチポケモンを選んで進化カードを剥がして、やばいさせると。これで石炭座 VMAX が V に戻ると、乗っているダメ感が230なので気絶します。はい、ウェブサイドが2枚取れると。やばい、まだね、技も使ってない状態で。いやー、すごい。クイックオールで、はい、博士の研究取らせてします。はい、影坊主。いやー、そうですよね、そうですよね。ザシャン V を出しています。はい、回収ネットで、はい、ジラッチ戻して、もういよいよザシャン V が、そうですね、出ます。出まして、フレームキャリバー、はい、230ダメージがストーン等で210ですね。210ですね。いや、強い動きだった。いや、これはやばいです。残り100、ね、じゃあ1枚引きます。これ何がやばいって、こいつ後ろに下がってもジュペッタにやられちゃうんですよ。
と。そうですね、開花させればまた技術が狙える。あー、クリップボール投げとくか。キャンザンブイ、ドラッシュ、ヤレユータを持ってきております。はい、ぜひキャンザンブイを後ろに出します。ここはジナラシを使いむわっす。ジナラシで持ってくるのはこいつだよと。心の一句ですか今。心の一句です。これです。はい。これでサルジェ使います。で戻して、ベンチ下げられて、大化の呪いを警戒しての、ウキウキパッド、前の石炭ザンブイマックスにつけます。はい。噴火ダン、はい。またしてもエアドエネルギーなんでつきまして150ダメージ。はい、死んでる。はい、この番で勝つことができなくなってしまったから。そうですね。ただ前を素直にグレブキャリアで立つことができる。そうなんだよね。ミレか、A、それはそうだよな。エネルギーを座車の部位につけて、はい、マリを使います。はい、メタルソーサー使います。はい、鋼エネルギーを座車の部位につけます。願い星、はい、本当のネリを持っていきます。このままひろきに逃げまして、逃げましてザシアン V 出しています。ですよね。ブレイブキャリバーで、ブレイブキャリバー本当エネルギーで210ダメージです。210ダメージで、はい、気絶させます。ウキウキパッドつけたけど倒れちゃうと3枚取ります。残り最後1枚。あ、まあ、これはこうなるでしょう。一旦引きます。マリちゃんを、ああ、なるほど、手が多かったので。進化したいですね。進化できる。おー、炭酸 V マックスエネルギーもある。おー、見鳴らします。はい、こいつでしょう。サルジを使わずに噴火弾を打ちます。はい、ストーン、ストーンとエネルギー。なるほど、耐久力上げながら倒してた。ちょっとエネルギー、耐久力上げてエネルギーつけながらでいきます。気絶で、気絶ですって。2枚。くぅ、ジラッチ出します。1枚引きます。はい、ポケモン通信で、ポケモン通信ジグザグマン、はい、でフィオーネ持ってきちゃうと、なこれでヒーローで出して、まあ、引き寄せの渦使ってブレブキャリバーで勝ちと思うじゃないですか。そうですね、エネルギーがないのかな。なるほど、願い星先に使います。はい、お前に行って高校博士にしちゃいましょう。はい、博士使います。はい、イルカでマリー、ジグザグマン、はい、7枚引きます。頼む、引いてエネルギー、やーい、引き寄せの渦、引き寄せの渦、ふー、ベンチが全員ブレブキャリバー耐えられない。耐えられないよ。耐えられない、みんなやられるか。俺じゃないよ、俺じゃないよって。行ってこい、ディアンシンプリスさん。じゃあジラッチが逃げまして、はい、ブレブキャリバー使います。わ、これでディアンシー倒して、第1部カーの勝利です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いやいやいや、あの手この手を使ってきましたね今回。そうですね、この大化の呪いがなかなか強力だったのと、まあ、ジグザグまでちゃんとストーンとエネルギーのマイナスをカバーできたのが良かったかなと思います。今日の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。